アビスパの J1 前節はアジアチャンピオンズリーグを制した浦和レッズをホームに迎えました。その立ち上がり、今野のフリーキック、クリアされたボールに走り込んだのはキャプテン奈良。このミドルシュートは相手キーパーに弾かれます。前半35分、相手にゴールネットを揺らされますが、これはハンドの反則でノーゴール。後半18分、移籍後初ゴールを狙う佐藤のヘディング。その直後にはフリーキックに山岸、跳ね返りを織田、続けざまに相手ゴールに迫ります。持ち味の堅守も発揮し、アジア王者と互角の勝負でしたが、 J1 100勝目は次節に持ち越しです。よろしくお願いします。お疲れのところありがとうございます。疲れてないです。疲れてないですか。今週のアビスパ特集は、福岡大学出身のルーキー鶴野玲樹選手。ルヴァンカップ開幕戦では持ち味のスピードを生かし、プロ初出場初ゴール、衝撃のデビュー戦を飾りました。デビュー戦で絶対点取ってやるっていう、それが一つ叶えられて、まあ、一段落っていうか、ここからスタートだなっていうのが切れたかなと思います。佐藤選手から来るなっていうのを感じたんですか。はい、まあ、普段の練習から、まあ、自分のプレーを理解して、まあ、自分も涼雅君のプレーを理解して、まあ、絶対に来るなと思って走ったら100点のパスが来たので、まあ、あとはもう決めるだけでした。まあ、涼雅君ちょっとまだ点取れてないんですけど、まあ、そのアシストは自分がしたいなっていうふうに思ってます。一方、リーグ戦での初ゴールは途中出場の第10節川崎戦。しかしルヴァンカップの時ほどの喜びっていうのは感じなかったんですが、まあ、VAR も入ったし絶対オフサイドだろうなって思ってたので、まあ、あまり嬉しくなかったなって感じです。鶴野選手のゴールはオフサイドの確認で試合は一時中断。得点は認められたものの、そこに笑顔はありませんでした。でも貴重な1点でしたよね、あの時の1点っていうのは。まあそうですね、そこでみんなが落ち込むことなく次の F 等戦にしっかり向かっていって、でまた勝利することができたので、まあ良かったのかなと思います。まあ、これをまた自分の教訓にして点取ってチームを勝たせます。はい、期待してます。番組の後半では福岡大学の後輩重見選手との関係性、そしてパリオリンピックへの意気込みを語ります。そんな鶴野選手がいた福大サッカー部は過去に全国優勝1回準優勝5回を誇る強豪チーム。今チームをまとめ上げているのがキャプテン北条慎太君。2年生の時から福大のトップチームに入り、エースナンバーである背番号10番を託されました。またその年には全日本大学選抜にも選ばれています。ピッチ内外で存在感があって、自分たちも信頼しているキャプテンです。チーム引っ張ってくれるし、やっぱりチームにとって欠かせない人だと思います。しかしその姿はグラウンドの中にはありません。それにはある理由がありました。左膝の半月板の断裂って言って、ちょうどこの傷が4つあるんですけど、怪我で半年間リハビリ生活を余儀なくされながらも夢に向かうキャプテンに密着しました。今までに経験したことないぐらいのどん底というか、絶望というか、本当苦しすぎて、もう全部いいやってなった時があって、
北条くんは今年3月トレーニング中に左膝の半月板を損傷、2度にわたる手術を行いましたが、しばらくは左膝を曲げることも歩くこともできず、大学最後の年というタイミングに半年間のリハビリを余儀なくされました。サッカーに関しては今年が本当に大事な時期で、まだどこのチームにも内定してるってわけじゃないんで、そういう部分では本当に大事な時期に怪我してしまったんで。同級生の茂美くん、岡田くん、菅沼くんが次々とプロへの内定が決まっていくことに少し焦りも。応援はしますけど、なんていうんですかね、悔しいし、素直には喜べなかったです、正直。サッカーを諦めようかと一時悩みましたが、副大の仲間たちが立ち直るきっかけをくれました。チームメイトが僕が入院する日の朝ですね、7時ぐらいなんですけど、朝早くに僕の家の外から聞き覚えのある声がして、でピンポンが鳴ってドア開けたら、いつも仲いい、まあ、10人ぐらいなんですけどが来てくれて、お見送りしてくれて、色紙書いてくれたりとか本プレゼントしてくれたりして、その色紙には北条くんの復帰を願う思いが込められていました。お前ならどんな困難にも耐えられるはず、俺の人生で一番尊敬する同級生だから、俺たちの10番がまた強くなる、非常に楽しみです、最高の舞台を俺たちが用意してしとくから焦らず帰ってこい、地道が近道。もう何回もこれ見て頑張ろうと思えてますね、今もずっとこの部屋に飾ってるんですけど、見て、うん、今日も頑張らないとって思えるんで、はい、今は治療とリハビリを進めながら体幹トレーニングや筋トレを繰り返し筋力を取り戻していっています。地味なトレーニングばっかですけど、全部意味あるトレーニングなんで、自分と向き合いながら毎日やってます。毎日トレーニングをサポートしてきたトレーナーたちは、北条くんのその諦めない姿に、マイナスなこう表面を出さないといいますか、ではこう明るい表情で、まあ、黙々とトレーニングしているので、手助けしながらやっていきたいければいいかなと思います。今逆境に立ってますけど、そこでへこたれるっていう、自分に対しても負けるのが多分嫌いだと思うので、まあそれを信じてというか、あの後押しできるようにサポートしたいなと思います。怪我ってただマイナスになって終わるわけじゃなくて、怪我をしたことによってそのマイナス部分を補って、もっと強くなってプラスアルファを持って帰ってくるっていう選手いっぱいいるんですよね。じゃあこの間上半身を強化すると、上半身は今までよりさらに強化されてくるんで、全てが揃った時には前よりもバージョンアップしてるってことですね。まあ半年はかかりますけど、必ずや帰ってこれるし、帰ってきた時にはまた前の何倍もたくましくなって帰ってくるんで、応援してくれてる人にやっぱ結果で見せたいっていう思いがありますし、まあ、何よりも怪我とか、まあ、今まで自分がコツコツとやってきたのに、こんなところで諦めるのは嫌だっていうのがあったので、怪我を言い訳にしてプロになれなかったっていうのも逃げたくなくて、自分の夢をそれを叶えたくて、まあ、掴みたくて、ずっとこれまでたくさん努力してきたんで、ここで終わりたくないっていう思いと、もう絶対に諦めたくないっていう思いが勝ちました。復帰後の目標は、夏に全国大会があるんですけど、9月に行われるんですけど、そこには順調にいけば戻れるんで、そこに向けて今はとにかく自分がやるべきことをやるっていうだけですね。それも予選が7月に予選があるんですけど、まあ、そこには僕は出場できないので、もう僕は今はとにかくやれるべきことをやって、まあ、みんなが最高の舞台用意してくれると思うので、そこで
結果っていう形で恩返しできたら最高だなっていうのは常にイメージしながらリハビリしてます。復帰した姿が楽しみです。頑張れ北條くん。続いては今シーズン J3 最下位から巻き返しを狙うギラマンズ北九州。第1クールを終えたチームを昇格請負人小林慎二が語る。急スピードで変化をしていかなくちゃいけない。 PK 戦の末見事天皇杯の初戦を勝利で飾ったギラマンズ北九州。ホームのサポーターの前で久々に明るいニュースを届けました。しかしリーグ戦に目を移すと10節終了時点で J3 最下位。そんな今年のギラバンツを首脳陣はどう見ているのか、元監督でもあるこの方を直撃しました。少しじゃない、急スピードで変化をしていかなくちゃいけない。4年前ギラバンツを監督就任1年目にして J3 優勝、そして J2 昇格に導いた名将小林慎二さん。過去にも大分と山形など数多くのクラブを J1 昇格に導いた実績を持つ昇格請負人です。現在はアカデミーの育成やトップチームの強化を担当するスポーツダイレクターとしてチームに携わっています。そんな小林さんが監督時代に掲げたのはとにかく走るサッカー。ハイプレスでボールを奪ってそのままゴールをこじ開ける超攻撃的スタイルです。北九州に来てやっぱりこう僕は最下位だったんで別にジャンプすればいいっていう気持ちのとこですよね。押し込んだ中でサッカーをやっていく、前で怖いですけど前でやっていく、要は前からのプレスを攻撃ってしたんですね。ボールを持っているのが攻撃だけではなくて、相手が持ってるんだけど攻撃の準備だ、奪うんだっていう、あと90分下向きに戦うっていうことですね。 J3 の北九州だからそういうのもチャレンジできるなと思って、その結果チームは小林監督就任からわずか1年で J3 優勝、翌年は J2 で堂々の5位。ギラバンツ過去最高の成績を残しました。そんな名将小林慎二さんの目に今のギラバンツはどう映っているのでしょうか。今の現状っていうのは開幕投手からしたら結構予想外のことになりますか。どんな感じですか。はい、はい、そうですね、まあ、少なくとも中間か A クラスをっていうところで、ホーム開幕2つ引き分け勝ちでいい感じで入ったと思ったんですけど、なかなか若い中で競争した中で選手固定できないまま進んでいって、競争はあったんですけど紐付きがなかなか難しくなって、それから勝ちきれてないっていう現実に、今の選手っていうのはプロのゲームを経験している人が少ないんですね。今年のギラバンツは30人中12人が新加入、大卒選手も多く獲得し、平均年齢は 23.5 歳とチーム全体の若返りを図りました。多くの選手がプロとしてのキャリアが浅い中でプレー、つながりの部分で改善すべき点があると小林さんは語ります。今まで、7割以上出てる選手が移籍したりとか、中心選手がいなくなってるんですよね。一人の力でやるっていうよりも全体の力でボールを運んで全体でボールを奪うっていうところの紐付けがどんどんできてくればチームは変わっていくと思います。その支えとなる走るっていうところとウェイトだったりメンタル的なところは今まで以上に充実してたり、選手のつながりはあるんですよね。第2クールは少ししっかりした色を、監督の色を出しつつそれをやっていくっていうふうには言ってきてるんで、急スピードで変化をしていかなくちゃいけないっていうところが今の現状です。再び J2 の舞台へ、残すは27節。チームのつながりの部分で成長した姿をサポーターは待っています。
そしてもう一つ、小林さんがチーム力強化のために力を注ぐポイントがユース世代の育成です。現在ギラバンツは今年新設した U12 を含め5つのカテゴリーで選手を育成中。アビスパギラバンツでもプレーした小森田智明監督のもと日々練習に取り組んでいます。中でもその小森田監督が注目しているのが左足の精度に定評がある神沢龍太選手、そして左利きのテクニシャン内田亮也選手です。このクラブのチームが自分たちを育ててくれているので、やっぱりプロ選手になって恩返しできればなと思ってます。プロになることは当たり前なんですけど、目標としては最終的にはギラバンツに入ってのファン、サポーターから愛される、期待される選手になりたいと思います。 U18 の選手がトップチームの練習に積極的に参加するなど、下部組織にいながらプロを肌で感じられる環境が整っています。やっぱりトップと同様その環境でやれるっていうのはすごく整ってるなと思います。多分福岡で一番いい環境じゃないかなって思います。40までサンフレッチェにいましたので、ユースの立ち上げは自分が4年間やりましたから、未だにその30年経ってやっぱり広島を支えているのは下部組織だと思ってるんですね。下からつながってまたこうつながっていくと、子供が近いところにプロがある、そこのプロになりたいっていうのを憧れて進むと思うんですね。クラブを作っていくっていうのは大事なんではないかなっていうふうに思ってます。ギラバンツの明るい未来へ、下部組織とトップチームのつながりを生かして、これからクラブとして躍進を目指します。第1クールはすごく苦戦してますけど、ここの経験を踏まえ第2クールからジャンプしていきたいと思ってます。引き続き応援よろしくお願いします。アビサポに大人気、鶴野玲樹選手のインタビュー後編。ピッチの外でも親しくしている選手は、本当に一番仲がいいっていうぐらい仲良くて、本当にもう昨日とかもオフだったんですけど、はい、一緒に岩盤浴とか行ったりして、車持ってないんで自分が毎回送迎してるんですよ。優しいですね。あいつは足としか持ってないんで。いやそんなことないと思いますよ。今度カツ入れときます。福岡大学出身のルーキー、早くも公式戦3得点アビスパの未来のエース候補、鶴野玲樹選手。後半はピッチの外でのことも聞いちゃいます。仲のいい選手ってなるとどなたになるんですか。まあ、やっぱり自分同い年に三國ケネディというあの濃い選手がいるのはまあ仲いいし、今は市議が来てるんで、はい、あの副大の、うん、でそいつはあの副大の時から後輩で、本当に一番仲がいいっていうぐらい仲良くて、本当にもう昨日とかもオフだったんですけど、はい、一緒に岩盤浴とか行ったりして。どこ行ったんですか。あのテリハに。あ、テリハに、はい、テリハに鶴野選手いらっしゃるんですか。はい、寮から近いんで結構もう常連ですね。あ、結構広いですよね、はい、あそこ。シゲも、まあ、温泉とか岩盤浴好きなんで、はい、行くぞって言ったらお願いしますって言ってで今一緒に寮に住んでるんで、まあ、車持ってないんで自分が毎回送迎してるんですよ。優しいですね。 あいつは足としか持ってないんで。いやそんなことないと思いますよ。今度カツ入れときます。福岡大学で培った2人のコンビネーションはアビスパでも早速発揮されます。第11節の FC 東京戦、茂美選手が相手ディフェンスの背後にいる鶴野選手にパス。鶴野選手が動き出す前の呼吸ぴったりなプレーでした。まあ、副大の時から、まあ、自分の特徴っていうのをやっぱり、まあ、ポジションボランチだし一番理解してくれてるのかなっていうふうに思うし、ピッチ上で結構レイジ背後っていうふうに、まあ、自分には聞こえてるので、まあ、あとは自分が決めればアシストもつけてあげれるし、もっとシゲも注目されるのかなと思うので、そこは先輩らしくしっかり点を取ってあげてアシストつけてあげます。仲間にも恵まれ
順調にアビスパで存在感を濃くする鶴野選手。4月には22歳以下の日本代表候補合宿に初めて参加。来年のパリオリンピックを目指すメンバーの中で刺激を受けたそうです。まあ、自分早生まれで、まあ、年同じの人は3、5人ぐらいしかいなくて、他はみんな年下ばっかりだったんですけど、技術の高さであったりとかプロの世界でもやっていけるような人たちがたくさんいたので、本当にレベルが高いなっていう風に、でいろんなことを吸収できたので、まあ、いい経験ができました。実際その代表合宿参加されて、その心境の変化っていうのもあったんですか？次選ばれるためにはリーグ戦ルヴァンカップで結果を残さないといけないし、まあチームを勝たせるのはもちろんなんですけど、次選ばれるためにもまあ結果を残していきます。実際そのパリオリンピックっていうのがもう先に見据えてますが、そうですね、やっぱりオリンピックっていうのは、まあ、もう本当に自分からしたらあと1回しか出れるチャンスがないっていう中で、でちょうど早生まれということで、もう本当にチャンスが目の前にあるって思ってるので、まあ、このチャンスをこう見逃すことなく本当に頑張っていきます。